ご紹介いただきました参議院議員の田村真美です。私も突然のご指名で大変驚いていますけれども、今日私はぜひ宮口春子さんのことを皆さんに知っていただきたい、その思いでこちらに参りました。そごうのお買い物帰りの皆さん、こんばんは。宮口春子です。福屋からのお買い物帰りの皆さん、こんばんは。宮口春子です。エディオンからお買い物帰りの皆さん、こんばんは。宮口春子です。宮口春子は皆さんの期待をすべて背負って勇気を持って立候補した、本当に素晴らしい候補じゃないですか。皆さんどうですか。私も1年10ヶ月前に初めて立候補して参議院に送り出していただきました。スーパーで働いていただけの私が立候補して本当に毎日毎日心臓から違いました口から心臓が出そうになる、そんな気持ちで演説してました。宮口春子さんも毎日毎日緊張の連続、そして皆様からこの広島県民の良識を正す、だから宮口春子頑張れ言われ続けました。もちろん彼女も大人です。その皆さんの思いを一心に背負って宮口春子今日まで駆け抜けてまいりました。しかし彼女は本当に声なき声、声を出しててもどうやって届けていいかわからない人たちの声、小さな声に心を動かされ足を一歩前に踏み出し今回立候補したわけです。そんな彼女を応援せずして誰を応援するんでしょうか。皆さんは宮口春子を応援しますよね。宮口春子さんと私は共通点が3つあります。1つは広島という同郷と同級生、76年生まれ45歳です。2つ目狛江、わかりますか。広島で本当に狛江けど、私も150センチです。狛江けどパワフル、力がにまにきってる。そして3つ目、さっき言った40代になって初めて立候補しました。初めて参議院立候補した。しかし皆さんに力をいただいて彼女を国政に送り出していただかないと、この3つ目の共通点、本当の共通点にならないんです。40代で立候補して初めて参議院議員になった、そこまでしなければ彼女と私の共通点3つ揃いません。ぜひ明日の投票箱が閉まるまで周りの皆様お一人でも多くに宮口春子を伝えていただいて投票に行っていただく、そのお願いをこちらの皆さんにお願いし、私も最後の最後まで共に頑張ることをお誓い申し上げまして、田村真美からのご挨拶に変えさせていただきます。宮口春子おめでとう。